こんにちは。お元気ですか？本日も YouTube 配信をさせていただきます。本日のテーマは新型コロナ禍が浮上させた歪んだ世界というテーマで、聖書から考えていきたいと思うんです。今日本もですね、この緊急事態宣言を終えて日常生活に戻っていこうという最中ですよね。でこの日本が世界の先進国、特にヨーロッパ、アメリカ、今このコロナで非常に苦しんでいる国々から見たときに、日本の現象がとっても不思議だというんですね。それはなぜかというと、緊急事態を発したと、まあ、いわばこれは宣伝で言えば、まあ、戒厳令となるわけですよね。しかし日本の法律に従って罰則規定もできない。これを破ったからといってお願いするしかない。このような緩い禁止の仕方で、なぜ人々がそれを守り、また感染爆発が起こらなかったのかということが不思議だそうです。まあ、そこには、日本人独特のルールを守っていこうという非常にその公共心が高いというか、まあ、そういう部分が、あったと思いますね。けれども日本の安倍首相は今回のコロナ禍によって随分と支持を失っていったという事実がありますよね。いくつかの要因がありますよね。まあ、アベノマスク、実は私の家にまだ届いていません。今6月4日なんですけれども、5月中には日本の隅々までと言っていたことがいまだに実現しない。これをですね、この台湾と比べると、台湾の場合はもちろん一軒一軒に配るということではないんですけれども、各地域にセンターを設けて、そこにマスクがあります。そしてそのマスクを何枚まで自由に取れますよということを指令を出し、それをもらった人はデータに記録されているので二重取りはできないというシステムでうまく収まったわけですよね。あるいはですね、この10万円をこの生活支援として支給します。しかも全員に支給するということですから、特別にです、難しいことではないんですね。ところがいまだにこの10万円もらったという人がですね、本当にごくごく一部、もうこんなとろいことをしていたのではとても間に合わないという、まあ、恨みの声とか怨嗟の声が巷にあふれているわけですね。まあ、そういうことによって支持がとてもなくなってきたということになると思います。どうもアナログ的なそういう行政システムがですね、露見された。このハイテク時代に、隣の国の韓国の場合、やはりですね、この、支援しますということで、ある程度の年収のない人たちに申請すれば支給されることになるんですけれど、まあ、日本の記者がですね、ある友人の韓国人とお話をしていたときに、じゃあ私も今から申し込みますということで、スマホで指示されたところに、売って、そして1分後に、はい、終わりましたということだったんですね。で、1分後に終わったというのは、申し込みが終わったというのじゃなくって、申し込んで、そして約束された支給金が下りた、入金されたということだそうです。約2週間もあれば全ての人たちに行き渡ったと言われてるんですけれども、実は日本はですね、このデジタル化と言われてるんですけれど、このハイテクの IT 関係についてはですね、この先進国および中心国の中でも遅れている、特に行政部分におけるこのシステムが随分と旧式になっているということが、まあ、露見されたわけですね。しかし世界に目を向けてみますと、今回のこのコロナ禍で私たちが抱いていた、特に日本人が考えていた、この特に国連ということについてですね、その
矛盾あるいは歪みというものが非常に露見されてしまったと言えると思います。今日のですねメッセージのポイントなんですけれども、新型コロナ禍が浮上させた歪んだ世界、真理はあなたを自由にするということで、聖書から語るんですが、第一番目のポイントですね、国連の歪んだ実態、3つのこの国連機関の中で WHO、 それから人権理事会、さらに、IPCC というですねこの環境を司るこの機関について、私たちは国連というと非常にですねこの世界平和のために、尽力している、また、国連でこの日本も貢献していくんだという、国連中心外交ということがよく言われているんですけれども、日本人ある意味で日本人だけですねこの国連に対する、そのような淡い期待を抱いているのは、現実の国連はどうなのかということが、今回の WHO でも明らかになりました。日本でですねこの WHO の中国寄りというか中国のその操り人形のようになっているテドロスをやめさせるべきだということを、ネットで募ったところ、たちまちのうちに100万の署名が集まったというわけですね。誰が見ても中国寄りだろうと言えるわけですよね。私もこの様子を見ながら、この WHO って一体どうなってるんだろうと、やきもきすることがいくつかあったんですけれども、特に、驚いたのは WHO のですね緊急理事会が開かれて1月23日にこの緊急委員会の宣言で、この緊急事態の宣言するのはまだまだ時期尚早だと言ってしまったわけですね。さらにはですね26日に、このリスクは中ぐらいだということを言ったときに世界中からバッシングを受けたので、それはちょっと、失敗です、それは、非常に高いんだということに訂正します。しかし30日にですねようやく緊急事態宣言を出すんですが、その出したその言葉とともに中国の能力を信頼している、渡航制限の必要はないと述べたわけですよね。この段階で中国人のですね、中国の一切渡航制限を禁止し、またいろんな国々が入れるべきではないということを強く WHO が主張していたならば、今日のような世界中に蔓延は防げた可能性が非常に高いというわけですね。そしてこの4月7日、私一番これは完全に中国のコントロールにある人だなと思ったのは、記者会見の時ですね、そのいろんなこの WHO のことを質問を受けていた時に、突然台湾はですね私に対して非常に差別的な表現で、さまざまなネットで私を非難中傷していると言って、突然台湾の非難をし出すわけです。それを見た時に、これは本当に彼は中国のコントロール下にあるんだなということを実感した瞬間でもあったんですけれども、直ちにですねこの台湾の方で、私たちは世界から国連に入れてももらえず、また WHO のですねこのさまざまな情報も入れてもらえない、そう差別されることの辛さをよく知っている民族なので、人種的な差別に対しては特に気を使っているんだと。それどころか昨年の12月の末に WHO に中国で新型のどうも人から人に感染するですねそのウイルスが発症してますよということをいち早く伝えてるわけです。いわばどの国よりも貢献したわけですね。ところがその台湾を避難したというわけで、さらにですねこのジュネーブで開かれましたよね。でちょっとでこのジュネーブで開かれた時のですねこのここ総会でね最初のね冒頭の演説をね習近平がやる、なんで最大のある意味で世界に被害をもたらした加害者のはずなのに、その彼が抜け抜けと、冒頭演説をすると。そしてどんな内容かと言いますと、
まあ、5つの約束をしたというわけなんですね。なるほど、 WHO のため、世界の今この問題のために戦おうと言ってるようですけれども、よくよく見ると全て中国の都合のように進もうとしていることがわかります。はい、次に、テドロス事務局長からトランプ大統領も来て演説してくださいという依頼を受けたトランプはですね、いや、中国のコントロール下にあるこの WHO に私は行かないし、またこの WHO に対するですね、この支援していた資金も提出すると。そしてテドロス事務局長が今回の WHO の行動に対して納得のいく説明をできないならばアメリカは脱退するんだということで、もうすでに脱退宣言をしてしまったわけなんですけれど、まあ、ちょっとここにいくつかのことを言っています。先ほど言ったようなことがここで言われていて、結局ですね、一番下にね、以前 SARS というこの流行してしましたよね。その時に WHO は見事に地域で収めました。で、その時の事務局長がグロ・ハーレム・ブルントランという方なんですけど、彼のようにすぐにアクションを起こしていたら今のように多くの命を失うことはなかったんだ、テドロス、あなたの責任だということを、まあ、追及したというわけですね。これはもう公然のことですから、テドロスさんもですね、そのことを完全に、跳ねつけることできないので、後でちゃんと調べますからということを、言っているわけです。まあ、私たちは、今回の出来事を通して、この WHO が実は、中国の本当にこの影響下にあるということを、改めて知ったわけですね。その単に影響を及ぼすということだったらいいんですけれども、そのために、今世界中で大変な苦しみがですね、経済的にもとんでもない被害を受けているということであるわけです。2番目のポイントですけれども、次に国連の人権理事会というのがありますね。で、その4月1日にですね、その国連人権理事会に4月1日からですね、中国の代表を諮問グループの地域代表に任命するということが発表されたわけです。皆さん、国連の人権理事会って世界中のさまざまな人権侵害に目を光らせて、それに対する忠告する、そして世界の人々の人権を守っていこうというための設立された機関なんですね。でも今世界で最も多くの人権侵害をしている国はどこであるかというと、間違いなく中国であるわけですよ。でね、はい、次のこの諮問グループの役割というのはですね、この諸国の人権状況、宗教、言論の自由などの問題について調査し、報告する人権捜査官の審査及び選定に影響力を持つということで、それを調べる人、それを報告する人を誰にするかということを決める権限を持っていると。それをね、中国が委員の一人に入るというわけですね。まあ、それを聞いた、この人権組織がどうも、本来の意図と違ったふうに進められているということで、それをこのヒレル・ノイアというですね、この人権組織、国連のウォッチする事務局長がいるんですけど、彼はこんなふうに言ってるんですね。抑圧的で非人道的な中国の政権が言論の自由を恣意的な交流及び強制失踪について世界を審査する。まるで放火魔が町の消防署長につくようなものだと言ってるんですよね。本当にその通りです。はい、続いて、で、ね、この国連人権理事会ってね、いろんな地域からそれぞれ代表が選ばれていくんですけれど、今47カ国があるんです。で、日本もあるんですけど、ところがね、この人権理事国の中にどんな国が入ってるか見ますと、この独裁政権でですね、もう様々な人権侵害で、世界中のバッシングを受けていた、非難されていたベネズエラ、それから、スーダン、リビア、そして圧政と人権弾圧が報告されているソマリア、エリトリア、キューバ、サウジアラビア、これね、みんな独裁国家です。そして、個人の人権なんて全く守られていない国々です。それが人権理事会の理事なんです。そしてね、
日本がですよ、合計218のね、こういう日本では人権侵害がなされてるから直しなさいという勧告を受けてるんです。皆さん、この中国に対して全くほとんど勧告ないのに、あるいは北朝鮮に対する勧告もごくごく稀なのに、また先ほど言った多くの人権侵害の国々に対する非難も問題視されていないのに、日本というね、最も自由で今回のコロナでも全く個人の自由ということで罰則もないという、もうあまりにも人権ということを守りすぎてスムーズにいかないという、そういう日本をね、独裁国家、弾圧国家、中国のような国々と同じか、それ以上の非難を受けているわけ。どんな非難かというと、人種差別だというんですね。人種差別、それが在日とか、あるいは男女差別、あるいは報道の自由が阻害されている、死刑制度が未だに残っている、あるいは従軍慰安婦の問題があるということで、従軍慰安婦のあの団体が今、韓国でどんな騒ぎになっているかというのは皆さんご存知ですよね。47人のこの慰安婦の人たち、でもその人たちがですね、政府、日本と韓国の政府の、その協定によってですね、賠償金を払いましょう、慰安金を払いましょうと言ったときにですね、そのような金額をもらうものは本当に賠償だと認めたことになるんだと言って、残り十数人のね、おばあさんたちに金、お金を受け取られないようにした、そのリーダーが、実はその支援のお金、あるいはさまざまな皆の寄付をですね、私利私欲に使っていたと。いうことが暴露されているわけですね。要は問題を解決したいんじゃなくて、またその慰安婦の人たちを慰めたいんじゃなくて、彼らを利用してずっと日本に対するイチャモンをつけ続けて、そして自分たちがこの日本を貶める、そして自分たちはそのための私利私欲を肥やすということをやってる、そういうことを全然見抜かないで、このように非難されるというわけですね。一体どんな集まりなのかということが、日本人も目を覚ますべきだということを覚えさせられるんです。はい、続いて3番目のポイント、地球温暖化、まあ、これはですね、科学的な問題だから、公正になされているだろうと私たちは思いますよね。で、この今地球温暖化ということでですね、暑いなと言ったらこれも地球温暖化だからねということで、二言目にはですね、そういうことを私たちも、いろいろ話をしますよね。で、この地球温暖化がですね、CO2 のこの排出のために進んでるんだということを、この国連の、国連気候変動に関する政府間パネルという、これを略して IPCC。というんですけれど、まあ、この団体がですね、1988年に、設立されて、それから、そのさまざまな温暖化に対する警鐘を鳴らしている。2007年にはなんとですね、このアメリカのアル・ゴア前副大統領とともにノーベル平和賞を受賞したわけですね。じゃあこの団体がですね、この国連で報告したそのレポートというのは科学的に真実に基づいているのかというと、実はそうじゃないんです。はい。これはですね、この IPCC がですね、2001年に発表したこの表で、世界中が、これは大変だと。約1000年間の間に、この平均気温ですね、それを、ずっと下回っていたけれど、突然、すなわち、産業革命とともに人間が石炭を焚いて、様々な CO2 をどんどん排出することによって、地球のこのように大変な温暖化が進んでるんだという表が発表されて、それからマスコミがですね、この地球温暖化大変だということを、まあ、騒ぎ出したというわけですね。けれども、あともう少し触れますけど、ここを見ていただいてわかるんですけど、ここね、ちょっとわかるでしょうか。実は、1980年からね、1960年から80年の20年間、実は、ぐーんとの温度が下がってるんです。この、毎年、この CO2 の排出量がですね、どんどん増えていっているはずなのに、なぜこの期間、気温が下がっているのかという説明が全くね、なされない。
で、これはちょうどホッケーのスティックに似ているので、ホッケースティック曲線と言われている非常に悪名高い、表なんですね。なぜ悪名高いかと言いますと、はい、大きく影響されるというわけです。はい、次の表を見ていただきますと、地球温暖化に影響するですね、人口排出物というか CO2 が一番影響が大きいんだと 60.1% あるんだ、それが等がメタンだ、次に一酸化二窒素だということで、この IPCC がですね、この第3次のこの報告でね、地球温暖化に、だからこの CO2 を減らしましょうというわけです。この CO2 を減らすためにということで、日本も CO2 のね、炭素税というのをかけてるんですよ。そして昨日か新聞にも書いてましたけど、日本がですね、この、火力発電所をね、発展途上国にその輸出しようとしたときに、この二酸化炭素をこんなに言われているのに、まだにこの、火力発電所を輸出するとは何事かということで、日本のメーカーのね、その手足を縛っていく。で、その間に中国は自分の国でバン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 排出し、かつ、海外にもですね、どんどん輸出していく。ただ日本がやめても中国はもっと質の悪い火力発電所をどんどんこう輸出していくというわけなんですけれども、ところでちょっと次のページ、次の表を見ていただくと、じゃあですね、この地球の大気が出る、大気の生成ね、どれだけ、地球上の大気の 78.1% 窒素です。これ人畜無害ですよね。さらにですね、こう酸素ね、20.9%。このバランスがちょうど私たちがですね、快適な生活を送るのに絶妙なバランスなんですけど、残りの 99% 以外の残りの 1% のその大気のですね、生成は何かというと、そのうちの水蒸気が、水蒸気は約ですね、そのうちの4分の3。そして、アルゴンが、まあ、全体から言うと 0.934%、 そして二酸化炭素の地球の大気における割合というのは 0.0314% ですよ。 0.031 じゃなくて 0.0314% で、こんなわずかの二酸化炭素が増えたからといって地球環境に影響を及ぼすというのは嘘です。いや、でも現実にですね、この地球環境が暖かくなっているというヒートアイランド、ね、現象があるじゃないかと、今日なんかも暑いじゃないかということなんですけど、それはね、人間が都市を、まあ、アスファルトとかですね、いろんなものを建造物を作ったために、都心部でこのような温暖化確かにあります。でも地球全体の温暖化とは関係ないんです。しかもいろんなこのデータを、気温をですね、測るための気温のね、測量計、どういうところに置かれているかというと、そういう、昔はですね、この野原で自然の温度を測れるようなところも、近くに家やですね、ビルやいろんなものが建って、あるいは道路の近くになったりして、不自然な気温の上がり方になっているんです。科学的なさまざまなことが、このマスコミとともにですね、言われているんですけれども、現実はですね、そうでもない。ということで、国連のこの IPCC もですね、このデータをこのあんまり非難ありますから、少しずつ変えていっているわけですね。変えていってるんですけど、CO2 をですね、削減しようということは変えません。それはなぜかというと、発展途上国は、例えばアルゼンチンとか、日本からね、3000億でしたかね、その炭素税という形でこの交換でね、何にもしなくても、ただ緑があるということだけで、そして日本がですね、この二酸化炭素排出しているということで、そういう莫大なですね、こういう、こう取引税ということでお金払っているわけですね。日本の税金を根拠のあるものであればいいですけど、まだまだ不確かなものに使わされている。そうすることによって、この IPCC は実は発展途上国を全部味方に入れてね、で、炭素税はこうを取ってですね、私、もっと私たちがですね、そのあなた方のために迷惑をこう持ってるんだからという論法で、進めていると。で、マスコミはよく調べもしないで、そのことを吹聴すると。
まあ、これにはですね、いろんな効能オーズバックありますので、また皆さんがお調べいただいたらいいと思うんですけれど、もう一度言いますね、これちょっとこれをおすすめと思います。地球温暖化、CO2 搬入説は世紀の大嘘、不都合な真実という映画があってですね、これも地球温暖化の反対のためにすごく、用いられた映画ですけど、その時ですね、ゴア副大統領がね、最後の方で、皆さんはこの現実を見て生活を変えますかという問いかけをしている場面があるそうです。でもですね、このゴア大統領の日常生活どうかというと、世界中にね、地球温暖化なくそうといって自家用のジェット機でね、バン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  CO2 を出し続けてきたわけです。そして自分の家は一般の人の20倍以上のね、 CO2 を排出してるわけで、あまりにも非難されたため、今はちゃんとやってますということになったんですけれども、まあこのコロナ問題で WHO の現状がですね、この浮かび上がってきただけじゃなくて、実は国連というのは大国も一票、そして小さな国も一票ということで、その発展途上国のそういう国々をですね、籠絡しながら、しかもそういう国々の多くは独裁者、そしてその彼らは、国連分担権を少ないだけじゃなくて名誉職を与えられて、そういうところに中国がですね、さまざまな支援しますよというか、あるいは、ひょっとすると賄賂も使って、票を勝ち取っていると。で、最もこの国連分担権をですね、たくさん、ナンバー3として払っている日本が、この人権理事会でね、非難されているという、そんな狂った現実をですね、見るんですね。私はそのことを見たときに、もう一つのことを思いました。それは回転してるわけですよね。で、これが発見されるまでは羽ばたいたり、あるいはですね、この魚のようにですね、ヒレを動かして、そういう運動で、飛ぶことはできる、あるいは動くことはできるけれども、回転は不可能である。と思われていたんです。ところが電子顕微鏡でよく見ると、実は、この、鞭毛の動く仕組みがですね、この今現在人間が発明し使っている全てのどのようなモーターも足元もにも及ばない高性能のモーターの仕組みであるということが分かってきたわけです。なんと鞭毛の回転がね、1分で2万回転です。扇風機をね、ぐるっと回して、それをピュッと止めて、そしてまた逆回転すぐにやると、モーターいっぺんに焼き切れますよね。ところが、この鞭毛モーターは、1分に2万回転しながら、瞬時に右回転から左回転に変えることができる。そして方向も自由自在に動かすことができる。また方向を察知するためのセンサーも兼ね備えているということで、もしダーウィンが、このことを最初から知っていたら、この世界は無から自然に進化してきたんだということを唱えただろうか。南部教授はこれを見たときね、誰がこんなものを作ったんだというのが第一印象だったそうです。明らかに高度な知性によって作られている。でこれに対しても進化論者はいろんな説明を私読んだことあるんです。説明になってないんです。奇弁としか言いようない。まあ、いまだにずっと研究して、なぜ研究しているかというと、この分子モーターが開発されたならば、人間の体の中でさまざまな治療に役立てることができるんじゃないかというわけですけど、最新のこのハイテクの技術がどん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 出てきて、やっとですね、仕組みをなんとか解明しようとするんですけど、いまだに、なぜかわからない部分があると、はるか大きな英知がによってこう作られているというわけなんですね。聖書はこの世界とその中にある万物を継ぎなさった創造について語るんですけれども、私は最新の科学でこのようなことを見るたびに、本当に聖書が言っている全知全能の創造者がいらっしゃるんだなということを確信するんですね。
さあちょっと聖書の箇所に移っていきたいと思うんですけれども、まあ、イエス・キリストがですねお越しになられたときに、まあ、このようにお語りになった箇所が2番目のポイントはですね、すべての人は自由人ではないというクエスチョンね、私たちはねこの職場に行くにもまたものを食べるにもいろんなことでも、まあ、いわゆる奴隷のようにじゃなくて自由だと思っていますけれど、ところがイエス・キリストはそうじゃないんだとお語りなさった場面なんですね。ここを見たいと思います。ヨハネによる福音書の8章の32節からですね、お読みします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。これユダヤ人なんですが、私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。はい。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのですと語られたんですね。まあ、これはどういう場面かと言いますと、イエスが、このエルサレムに来られて非常に不思議な、まあ、奇跡というか、38年間もこの病の上に伏せっていて起きれなかった、歩けなかった人がイエス・キリストの言葉によって立ちどころに、癒されて立ち上がることができた。まあ、数々の奇跡を行われて、その人間にはできないような奇跡を見て、ユダヤ人たちがこの人こそ旧約聖書で約束されたメシア救い主ではないかということで、イエスを信じますと言って近づいてきたわけですね。ところがせっかくイエスを信じますというふうに近づいてきた彼らに対して、イエスはあなた方が本当に私の言葉にとどまるならば、あなた方は自由になりますよとおっしゃったわけですね。ちょっと先ほどのところもう一度見たいと思うんですけれど、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。まあ、実はこの大学あるいはこの図書館というのは真理探求のための、まあ基本的にはそういう学問の場ですよね。ですから、まあ日本の国立の国会図書館が作られていったときに、まあ、萩五郎という、まあ、共産主義的な考えの方ではあるんですけど、その彼が、まあ、参議院議員でしたね、この国立の国会図書館を、設立するときにドイツの大学に掲げてやったイエス・キリストの言葉、真理はあなた方を自由にします。これをね、言葉を変えて真理は我らを自由にするという、まあ、だから聖書そのままの言葉ではないですよということなんですけれど、まあ、間違いなく、聖書の言葉によるわけですね。私たちはいろんな驚くようなニュースやあるいは出来事を聞いたとしても、それが、事実に基づかないということになると途端にね、とがっかりしますよね。やっぱり本当のことをもって進んでいきたい、真実の事柄で世の中が進んでいってほしいと思う。まあ、この当時ユダヤ人たちはローマ帝国によって支配され、彼らは表面的には自治を許されているんですけれども、ローマに逆らうことは許されず重税を課せられ、そして彼らの自由な選択で王様を選ぶこともできないという意味では、半分ローマ帝国の奴隷のような属国としての扱いを受けていたわけです。けれども非常にプライドの高いユダヤ人たちは、私たちは誰の奴隷にもなったことないと、私たちは神様の民だと豪語していたわけです。でも解放されたい、そこで奇跡を行われて神様から来られたんじゃないかと期待されるイエスを見たときに、この方を王として、この方をメシアとして従っていけば、私たちはもっとローマから解放されてユダヤの黄金時代を迎えることができるんじゃないかと期待したわけです。ところがイエスはまず私たちの根本的な問題、政治システムじゃなくって社会の在り方ではなくって、私たち自身の本質的な魂のこと、心のこと、霊的な問題を解決しないと
社会全体がどんなに良いように見えても本質的な解決にはなりませんよということで、その罪の問題を解決するために来られたので、彼らが期待しているような王になるために来たわけではなかったわけです。ですからイエスは、あなた方が本当に私の言葉にとどまるならあなた方自由を得ますよと語られたわけですね。そして私は人間に最も必要な自由を、真理を私があなた方に提供できるものですよ。なぜなら真理は創造主のもとに、創造主のうちにあるからですね。その創造主のもとから来られたキリストご自身が、私は真理をあなた方に与え、それによってあなた方を解放することができるんだと言われたときに、彼はですね、そんな傲慢な言葉をと言って非常に反発します。私たちは誰の奴隷にもなったことないんだ、我々は自由だと言ったときに、イエスは、まあ、事実はローマの奴隷なんですけど、それさえ認めない。しかしイエスがおっしゃったのは、罪を犯す者は罪の奴隷だというわけですね。まあ、彼は本当にある意味で意外な言葉でした。罪人扱いされたわけですから、余計に反発したわけですね。そして、お前は一体何者だ、何様だというわけなんですけれど、まあ、その論争に入る前に、イエスのことは少し考えてみたいんです。罪を犯す者は罪の奴隷である。私たちは自分自由だ、これ欲しいもの、食べたいもの、あれ行きたいところ、まあ、今はコロナでそんなに自由には行けないけれども、まあ、でも比較的制限されているという意識を持っていませんよね。しかし今回のこのコロナ事件で、この世界中さまざまな問題が起こっています。その問題が起こっていることの一つは、非常に貧富の差がですね、激しい事柄が命まで関わる、また生活がますます困窮していくということのために、怒りがですね、沸騰していって、そしてその代表的なのがアメリカのその黒人がですね、差別されて、その黒人であるというがゆえにですね、ひどい扱いを受けて、この、まあ、無実のうちに窒息させられてしまったという、ニュースですよね。まあ、スマホでそのまま映されていたので、まあ、その場面を見たとき、誰もがですね、非常に、忌まわしい、痛ましいと感じます。そして今や全米70数カ国でですね、暴動が起こっているということなんですが、怒りはわかります。けれども、そのともにですね、この略奪、暴力ということが、同時並行で起こってくる。実はそのいろんなところで、デモを行っていくんですけれども、自然発生的な部分もありますが、実はそれをリードしていく人もいる。しかもですね、その彼を対応して、そして彼を膝で、この押さえつけていた人物がですね、実はトランプ支持者であるとか、4年前のトランプ大統領の大統領のですね、その選挙の時に、壇上に上がったトランプ大統領とハグしてたんだという、ネットがね、回ってるんです。でもそれ全部嘘なんです。フェイクなんです。まあ、そのようにしていろんなデモをこう扇動してる人も実はいるんですけれど、それがね、アメリカにある左翼的なそういう集まりなんですね。まあ、今ですね、中国はなアメリカはそれ見たことかということでバン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 報道してますよね。こんなけしからぬ、こんな悲惨なことを行っているじゃないかというわけなんですけれど、まあ、私たちはですね、確かに貧しさやあるいは差別ということはなくすべきではあるんですけれども、しかしそのさまざまな不満がですね、やがては愚痴やつぶやき、あるいは人を非難したり、あるいは日本でもですね、この、あそこの店はコロナのこの自粛守っていないとか、あそこはこうだといういろいろ自粛警察とかですね、まあ、非常に嫌な言葉が流行ったりしますね。私たちは人は愛した方が幸いだということを分かっていますけど、ところがね、人を愛したいと思っても心の中にね、妬んでしまう、憎んでしまう、愛せないという思いが出てくるわけですよね。
怒りたくないと思って怒ってしまう、情欲を抱きたくないと思っても情欲を抱いてしまうという、そのような、自分が本当にやりたいという自由な行動ではなくって、やりたくない、自分でも軽蔑するような、自分でもこんなことは改めたいなということをやってしまう。実はイエスは罪を犯す者はその罪の奴隷なんだというわけですね。まあ、しばしばですね、いや動物の世界にもさまざまなこの偽りとか、まあ擬態ってありますよね。カマキリがもう葉っぱそっくりの形していますけれど、でもそれによって虫をパクッとこう食べるとかね。あるいはこのハキリアリは同じアリをですね、奴隷のように使って飼育していくという、そういうことがあったりして、動物の社会にも奴隷制度があったり、あるいは非常にこの残酷な場面があったり、まあこれは私昔ですね、天王寺動物園のニュースで何度かお話したことがあるんですけど、まあ、ゾウさんというのは子どもたちで大人気で悲鳴を上げてるんですね。でそれを子どもたち見たときに、ゾウってゾウさんゾウさんで優しいイメージやなのに、もう本当に悲惨な場面で、それがニュースになったんですけど、それを見たときですね、それが朝新聞でニュースになっていたんです。で飼育係の人が、実はゾウというのはとってもね妬み深い動物だと、それだけじゃなくて非常に恨みを溜め込む動物だと、びっくりしました。なんとですね、その、太郎がですね、花子にバーン体当たりしていたのはですね、20年前花子にいじめられた、その時はまだ体力なかったんです。でそのね、20年間ずっとこの花子にいじめられたという恨みを持っててですね、自分の方が力を持った時にね、これは勝てるとなった時にバーンと体当たりしてね、もう徹底した花子をですね、痛めつけるという。で私はそれを見た時、ゾウってそんなに執念深いんかと驚きましたけれども、でもね、チンパンジーの世界にもまたさまざまな動物の世界にも、弱肉強食の世界姿があるんですけれども、人間とはっきり違うことは、人間はそのこのようなことをすることは悪だ、これは偽りだ、これはしては本来してはならないことだということが分かっていて、要するに良心ですよね、良心があるんですけれど、その良心の声に従えずに欲の思いに負けてしまう。聖書によれば私たちは3つのものの奴隷となっている。一つは罪、欲がはらんで罪を見、罪が熟して死を生み出す。昔コビホーという、福音歌手で、ね、バーで歌っていた歌手の彼女がやがてクリスチャンになるんですけどね、そのクリスチャンになる過程がですね、ある不動産屋さんに言われて、土地の投資をするわけですね。ところがその本来投資していたものをその不動産屋がくすねて持ち逃げしてしまったということが分かったときにですね、心の中で本当にですね、もう何回殺しても殺したいないの、もう憎悪の念で、もうね、食事も喉を取らない。で、そのようなときに、ある方から聖書を通して人間で罪人ですよということを知られ、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すという、ああ本当に私の人生はそうだなということで聖書を触れたということをご本人から伺いました。死を生み出す、人間って死の恐怖のために一生涯奴隷となっている。ですから世界の多くの支配者たちは死という脅し、あるいは戦争という、戦争を通して死という脅しを持って国々を征服しようとする、屈服させようとする。人間が死を全く恐れていなければそういう手段は通らないわけですね。しかし死を恐れる、
そしてこの死を恐れるというのも人間だけなんですね。そして3つ目は、実はサタンの悪魔の奴隷だというわけですね。はい、ちょっともう一箇所見たいと思うんですが、悪魔の奴隷ってというふうに思われるかもわかりませんが、イエスがおっしゃいました。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽り言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、または偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。まあ私たちは悪魔と言って、ああまあそれだから宗教はというように、まあ私も聖書の真実性ということをいろんな歴史的なあるいは予言的な事柄から経験しないとこのことはとても受け入れられなかったと思いますね。でも、まあ、時間もないので、詳しくは説明できませんけれども、人間の歴史を見たときに、なぜあの米ソ冷戦が終わってね、フランシス・福山という人がね、歴史の終わり、もう資本主義の民主主義社会の優位性が、証明されたために、これが最後の人類にとっての良きシステムとして世界中に広がっていくだろうというような非常に楽観的な本を書いた。でも私たちは現在、とんでもないそのようなことにて非なる世界であることを知っていますよね。どうして、人類歴史がですね、この文書が残っている時代から、まあ、世界四大文明ね、いろんな見たら必ず虐殺がありました、戦争がありました。悪へ悪へと誘う何か霊的な力というのがこの世界に働いているように思えてならないのですね。彼らがイエスを見てもですね、信じることできないというのは彼らのプライドもあったんですけれど、同時にそのプライドに働いて、お前は何者だと言ってイエスを侮るように誘う悪魔的な力があるんだよ。だからそのもしかしたら自分は悪の力に引っ張られてるんじゃないかということを考えて、私の言葉をよく吟味してくださいと。なぜならこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じないんですというわけですね。まあ偽りの世界、まあ今ネットでですね、この今回のこのコロナでね、有害のデマがもうこれまで以上にバーッと溢れ出ているというわけですよね。まあそういうこと、しかもこの今、ズームとかテレワークということで離れてる間にまずそこに入り込んで、この情報をね、解いてもらいたければ、パソコンを動けるにしたければ、してもらいたければ、身代金を払えとかですね、そういう、ネット詐欺というかね、もう非常に頭がいいというか、その頭を使って悪を働くという。先ほどから言いましたってますように、いろんなこの世界の兵器とか優れたものは皆頭のいい人によって作られてきたんです。ルターは信仰のない、神を恐れない教育というのは賢い悪魔を作ると言いましたけれども、それは言えているように思います。そして最後の3つ目のポイントなんですけれども、イエス・キリストのですね、イエス・キリストが私たちを自由にすると、私があなたを自由にしますとおっしゃったんですが、真理はあなた方を自由にしますということなんですね。で、この罪、そして死、そしてサタンからの自由をイエスは約束されたわけですね。これはヨハネによる福音書の14章というところですけれど、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われたわけですね。ヨハネというイエス・キリストの一番弟子、まあ、10人の弟子のうちの一人、イエス・キリストの胸に持たれて非常に身近にイエスの言葉や行動を見聞きした人です。彼が晩年イエスのことを思い出して、記録したのがヨハネによる福音書です。特にイエスが十字架にかかられる前の日前夜、
弟子たちに特別に語られた多くの言葉が記録されているんですけれども、もうその中でも非常に有名な言葉、イエスがご自身のことを言われた言葉、それは私が道であり真理であり命なのです。まあ英語で言うとです、I am the way, the truth, and the life と、the という定冠詞がつくんです。要するに、私だけが天地を作られた神様のもとに、神に作られていながら神から離れた私たちが神のもとに帰れるのは、イエス・キリストを通ってですよ。私たちを罪から解放して、人生の真実は何かということを知るのはイエス・キリストを通してですよ。そして私たちが死の恐れから、そして死に向かっている虚しい人生から、復活の命、永遠の命を得るのはイエス・キリストを通してですよ。と、キリストは弟子たちに言われたわけですね。これってね、すごく検証しやすい言葉だと思います。なぜなら、私だけが命だと言われたわけですから、命の源、命の君であれば、絶対死なないわけです。で、弟子たちはイエス様と一緒に行動していましたから、イエスが十字架で死なれて、それで終わりならば、イエスの言った言葉は本当じゃないということで、この言葉は記録できない。またイエスを神のこととして信じることできない、嘘を言われたわけだから。この世界の聖人君子と言われる人たち、まあ、例えば日本の親鸞、彼は自分は地獄行きのような極悪人だと自らおっしゃいましたよね。だから私は尊敬します。孔子もですね、我70にして乗りを越えずとおっしゃって、まあ私はもう70になっても乗りを越えてしまいますけど、まあ、でも孔子はですね、70にして乗りを越えずというのはね、それまでは自分の思いというのはやっぱりですね、さまざまなことに翻弄される弱さを抱えている。いや、もっとですね、明日に道を聞かば、夕べに死すともかなり。自分はこの人間としてこの道を歩めばいいんだ。これが真理だ。ということが分かればもう死んでもいい。というほど、真理を探求した人です。仏陀もそうですよね。釈迦族に生まれた王子として不自由ない生活をしていた彼ですけど、でもなぜ人を老いるのか、なぜ生きなければならないのか、なぜ人は死ぬのか、なぜ病むのか、生老病死を考えたときわからない。だから彼は出家して、まあ修行されたわけですよね。真理を求められたわけです。ところがイエスは、私が、ギリシャ語ではエゴ、私だけが、と強調されたわけですね。これってですね、一緒に生活していたら一点の間違いも一点の利己的なこともない。 もう一回言います。死ぬことがないということはすぐ検証されるにもかかわらず、弟子たち全員がアーメンと言ってこの言葉をそのまま受け止めて人々に語っていったというのはなぜでしょう。その通りの方だったからじゃないでしょうか。そして彼らはそれを真理を知った時だけじゃなくて、この方を自由意志で喜んで従っていったわけですね。なぜ従っていけたかというと、この方の愛が分かったからです。私がこの御言葉をある宣教師が聞いた時にこういう例を聞きました。私たちは確かに死に罪に支配されているそのようなもう絶望的な状況だったけれど、イエスがその道を開いてくださった。そしてそれはちょうど第一次世界大戦の時にですね、あるイギリス兵が塹壕にいたそうです。そして仲間の者たちと共に、ところが後ろにも敵、そして前にも敵がいて、でも前に向かって前進するしか活路はないという時ですね、そのリーダーがさあ俺に続けということで、この塹壕に潜んでいた仲間、小隊の者たちをですね連れて行ったんですけど、ところがそこにです、本当に大変な高圧電流の流れる有刺鉄線が、ね、あったんです。そこを越えることができない。ところが後ろから敵も迫ってくる。そう、おちおちしてられない。しかしその時ですね、彼は
俺に続けと言ってですね、そして彼はそのまま有刺鉄線にバーンとですね飛びついて、ビリッとそのままですね、そこで死んだんですね。でも彼がこの有刺鉄線にしがみついていたゆえに、その小隊の部下たちが彼を踏みながらこの有刺鉄線を越えて、そして敵陣を突破することができた。イエス・キリストは、私は道です。このイエス・キリストをある意味で踏みつけるようにして、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって、あの十字架で人々から踏みつけられ、あざけられて死なれていくんですけれど、それによって罪の問題を解決する。その死によって死の問題を解決する。死によってサタンの力を粉砕して、イエスを信じる者は誰でも罪許されて、神のもとに、真理のもとに行くことができるんだ。ここに人間としての本当の自由があるんだ、とおっしゃったんですね。人間って悪気がなくても間違ってしまいます。先ほど国連のいろんなことを言いましたけど、全部が全部ですね、悪気を持ってやっていらっしゃるとはとても思いません。人間というのはですね、本当に良かれと思って間違ってしまうものなんですけれども、しかし2000年間、変わらず、そして、このイエスを信じることによって自由を喜び得てきた多くの世界中の商人を見ながら、皆さんにも私は自分自身も経験したものとしてお勧めしたいんですね。このイエスを信じて罪許される、死の問題を解決する人生の中にぜひ入っていただけたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。